Hi, me, e. えー、今日はですね、音声でお届けしようと思います、えー。私ですね、保育園の方にも団体さん向けにですね、えーフ、フォニックスを入れさせていただいて、今日ですね、今朝、あのー、保育園の方に行ってきたんですけれども、あのー、結構成長をしていてですね、えー、子供たちがフォニックスを入れ出したのは、 えー、2年ぐらい前なんですけど、えーまあ、小さい、ねえー、と2歳だったりとか1歳半だったお子さんも少しずつ成長をされてるんですよね。で3歳4歳ぐらいになってるんですけれども、えー、ジョリーフォニックスを使っていまして、えー、ブレンディング、えー、どういうのとかかというと「えー、うん!」 という感じで、で一一つ一つのの文字の音ですね。これをつなげて一つの文字あ一つの単語「エン d エン d エン d という感じで、えー、合体させるような作業なんですけどこれはあのできていたんですねですけど、えー、とその後にですね「ディクテーション」という聞き取りがあるんですね例えば私が、Ant、という で子どもたちが「ントを書き取るとか「エントというものを、えー、カードで組み立てるっていうことをするのがディクテーションなんですけれども、えー、これがね結構やっぱり難しいんですよねですから、えー、なかなかできなかったんですけれども今日ですねあの、まあ、6人か7人ぐらいいたんですが、えーまあ、みんなでね協力をし合って、えー、できたんですね。 ですからあの成長がすごいなと思ったんですけどその時に男の子がね「あ聞こえた」って言ったんですよねでまた違う女の子が「あこれじゃない?」とかいう感じであの、まあ、みんなでサポートしながら一つの単語を作り上げるんですけれどもこういう「分かった」とか「聞こえた」とかいうなんか。 発見ですよね学びって発見だと思うんですよねこういう発見が子どもたちの好奇心をね育てていくんじゃないかなと思いますなのでこういうわかった聞こえたっていう、まあ、小さいですね発見を大事に育てていくととてもあの素晴らしい子どもに学びがね大好きな子どもに育っていくんじゃないかなと思ってます えーまあ、今日の、えー、まとめですけれども、えー、ディクテーション聞き取りができたというう、まあ、嬉しいお話とあの分かった聞こえたっていう、まあ、発見ですねこの、えー、喜びがですね学びにつながるというお話をお伝えいたしました、えー、とまた次もですねこういう感じで音声でお届けしてみようと思います See you next time, bye!